室井邦彦君維新<上>の維新の室井でございますよろしくお願いをいたします私の方の各先生方と随分重複をしているところもいくつかありますがその点をご理解いただきましてご答弁のほどお願いをしたいと思っておりますまずこの問題のあるこの行為者に対する自治体の 権限の強化と迅速な対応対策、これが大きな問題となっている、まあ、このように私は感じております。先ほど来、先生方から報告があるように、静岡県第三者委員会5月13日、行政対策、行政対応の失敗だとして、県市の責任を認定する、最終報告を公表したということであります。県と市は それぞれ森戸が被害を拡大させた原因とする見方をしておりますが、第三者委員会は、適切な増税を止めて、防災対策を施す、機会が何度もあった、このような見解を示しておるわけであります。委員長の青島弁護士は、県と市は行政姿勢を見直し、原型を強化すべきだ。 ここのようなことを訴えておられますそこで、この問題のある行為者に対する強制力のある命令等で積極的に関与できるよう、自治体の権限の見直しを図るとともに、長期化することなく、速やかにこの問題解決につながるよう、都道府県、市町村との組織的な体制の構築が必要である、このように感じて おりますし先生方の答弁もこのようなことを指摘をされておりますそこで今回のこの法改正を通じどのように取り組みを進めていくのかしっかりとお答えをしていただきたい宇野都市局長お答え申し上げます本法案により無許可による森戸や災害防止措置が不十分な森戸など問題のある森戸行為があった場合には 都道府県知事等は、工事中の工事主や工事施工者等に対しては、工事の施工停止や、擁壁の設置等の是正,命令是正措置を命令することができ、すでに工事が終わっている場合には、土地所有者や工事主等に対して、土地の使用の禁止制限や擁壁の設置等の是正措置を命令することができることとなります。また、本法案においては、問題のある盛戸土への対処にあたり、 市町村から都道府県に意見を申し出るなど、県と市町村が連携する仕組みとしております。加えて、不法盛り土等への対応をまとめたガイドラインにおいて、日頃からの部局間の情報共有の強化のほか、連絡会議の定期的開催や人事交流など、都道府県市町村間も含めた連携強化の取り組みについても示すことにより、地方公共団体の体制整備を促してまいりたいと考えております室井君。委員長 工藤用でありますけれども、くれぐれもです、ね、この行政の姿勢、そして県と市の連携、これは非常に大切でありますので、しっかりとした行政指導をこまめにしていただきたい、このようにお願いをしておきます。え続いてモルド等が行われた土土地地に対する土地所有者等のその安全確保の この責務についいいいてお伺いをしたいと思います昨年7月に発生したこの土石流災害を調べている熱海市議会が、百条委員会で5月12日、起点とされるモルドがあった土地の前と現在の所有者の証人の関門があったと、こういうことでありますが、全、えー、所有者は、 この森戸の申請はしたが、造成の後遺者ではない、土地を貸していただいただけと述べ、造成への関与を否定をしておられます。そして、崩落の危険性についても、あの土地はもともと安定している、土地売却後の10年間、安定していたことが証明している、このようにおっしゃっておられます。そこで、しかし2009年から10年に、森戸を 下という業者は、全所有者に土砂の搬入を指示されたと述べましたが、そしてその現所有者は、盛り土があったという認識はなかった、盛り土の存在を知らないと主張し、安全管理の必要性があるとか、ないとか、記憶がない、まあ、このようないいか減んな対応をしておるわけでありました。 まあそこでこの熱海市の百条委員会では、誰が盛り土を造成したのか、責任の所在がわからないということでした。今回の法改正により、この責任の所在を明確化させるため、どう見直しを図っておられるのか、あ1点、もう、続いての質問は、この土地所有者等は、常時安全な状態に維持する。 責務を負うことになるが安全な状態であると土地所有者等の確保のあり方についてまあどのようにお考えされておるのか指導されるのかあこの二点お聞きをしたいと思います宇野都市局長お答え申し上げます本法案においては森戸等に伴う災害が生じないよう 規制区域内の土地所有者等に対し、土地を常時安全な状態に維持する責務を課しております。この責務を果たすため、土地所有者等は、盛戸土の擁壁にひび割れや漏水など、崩壊の予兆がないか点検すること、排水施設が目詰まりを起こさないよう定期的に清掃すること等を日常管理として行うとともに、盛戸土の安全性に問題がある場合には、擁壁の補修や、 追加的なな安全対策工事を行うことなどが求められますその上で災害発生の恐れがある危険な森り等に対しては、本法案による無許可行為や安全基準違反等があった場合には、土地所有者等のほか、工事主や工事施工者に対し、工事の施工,命令施工停止や災害防止措置を命ずることができることとしております。また、既存の森りについては、区域指定の前から存在するものも含め、 災害防止のため必要な場合には、土地所有者等だけでなく、危険な盛りで行った者や、過去の土地所有者など、安全性に問題を生じさせた原因行為者に対しても、災害防止措置をめずることができることとしております。このように、関係者の責任の所在を明確にした上で、災害防止のため必要な場合は、機動的に是正措置をめずるとともに、無許可行為や命令違反等に対して、厳格な罰則を適用することにより、 森戸等に伴う災害を未然に防止してまいりたいと考えております村井君。まあこの前、大臣の答弁において、おおむね5年ごとに基礎調査を行いたいと、このような答弁があったようでありますが、この5年ごとの基礎調査で森戸の安全性は確保されるかどうか。 い,ろいろと不安な心配の思いでありますけれども、しっかりと大臣の方で指導、監督を行っていただきたい、このようにお願いをしておきます。時間がないので、次は、この行政の危機管理の対応における意思決定のあり方、これについて質問をさせていただきたいと思いますが、今回の、これは大臣にお願いしたいんですけれども、法改正。 責任の所在を明確,明確化させ、この危険な盛り土を規制する法制度と理解をしておるわけでありますが、熱海市の土石流災害について、先ほど来出ておりますが、第三者委員会は行政対応の失敗と結論づけ、静岡県と熱海の責任を認定いたしました。最終報告のの公表を受け国民の生命や財産に 危険を及ぼす恐れのある事案に対する行政の意思決定のあり方が課題だと感じておりますが、国土交通行政を監督する責任者として、今回の事案を含め、行政の手続きのあり方について、ぜひ大臣のご所見をお聞きしておきたいと思います。斉藤国土交通大臣、はい、あの私もこののの報告書を読ままててていただきましし失敗の本質の所在として 最悪の事態の想定の失敗、から初動全力の失敗、断固たる措置を取らなかった行政姿勢の失敗、それから組織的な対応の失敗、このように大変厳しいあの評価がございまして、この報告書、我々われ行政に責任を持つ者として、大変。 厳ししいい姿勢で読ままてたただきましたこれは断固として、まあ、これらを参考にして、まあ、今回の法案をあの成立させた後、あの行政はあの国民に危険を及ぼす恐れのある事案に対しては、行政は躊躇なく厳正に是正命令等の措置を実施することが非常に重要だと、このように認識をいたしました。はい、井君 大臣その穏やかな仏様のようなお母じゃなくて思想するときにはかなりすごい人なんだなと思えるようなちょっとしっかりと全員を引っ張っていっていただくように期待をしておきますそれでは最後の質問をさせていただきますこれは先ほど塩田先生も行政のこの森戸の,の件で いろいろと質問されてましたけれども、まあ、違う観点から少し割愛させていただくのが時間も来ておりますので、えー、お願いをしたいと思いますが、この盛り土に関してですね、えー、建設発生度の約9割が公共事業,事業だというような、伴なものであるという総務省からの調査のデータが出ているようであります。まあ、そこで このやはり発注者とされる自治体が行き先の不透明な土地の発生をまず減少させることができます、そして適切な処理の抑制につなげることが極めて重要と考えますが、そのための搬出先の自治体が受け入れ値の情報を把握し、受け入れ値となる自治体がその情報を共有を図る、これが非常に大切な連携プレーというか、 先ほどもいろいろと出ておりましたけれども、そういうことが不可欠である、このように思っております。この点をどのようにこれから取り組んでいかれるのか、どなたか答弁する、ぜ、は、ひ、い、お願いします。 建設発生度は、まずはだ同一現場内で利用するなど、事業の計画・設計段階からの工夫により、可能な限り発生抑制に努めるとともに、工事間での利用を図ることが重要だと思っています。その上で、利用されない建設発生度につきましても、公共工事の発注者が発注段階で受け入れ値を指定することが重要と考えます。このためには 委員、今おっしゃられましたとおり、発注者が受け入れ値に関する情報を把握することが重要だと考えております。新たな法制度による許可値一覧の公表等によりまして、法令上の基準を遵守した建設発生度の受け入れ値が明確になりますので、これによって発注者が受け入れ値に関する情報を的確に把握できるように取り組んでまいります。また併せて 新たな法制度による許可チへの搬出に対して適正な運搬費や処分費が支払われるようにすることを通じて受け入れ地の確保が進むよう努めてまいります。ロイ君、はい、委員長終わります。I.T. 関係もしっかりとその点留意してください。武田。